安全なクレジットカード利用のために本人認証サービスの設定を。カード会社から本人認証サービス設定の案内ですって。なんだろうな。本人認証サービスはオンラインショッピングでカードを安全に使うためのサービスなんですよ。カードはお店でしか使わないし、オンラインショッピングはしないから必要ないんじゃないの？オンラインショッピングをしなくても自分のカードが第三者から悪用されちゃうことがあるんだって。本人認証サービスを設定するとオンライン決済の時にカード会社からワンタイムパスワードを求められることがあります。このパスワードが第三者からの悪用を防いでくれるんだよ。設定をするにはカード会社のウェブサイトやアプリからウェブ会員に登録、それから本人認証サービスを設定。なるほどね。後でやっておくわ。いや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 、今やろう。今